海外で食に向き合っていくために、まあ、どんなことをしていくのか、まあ、日本にいても海外にいても基本は共通です。やっぱり私たちの体に必要な栄養素をきちんとしっかりとって、バランスをとっていくということですね。栄養フルコース型と言われる、食事に使われる食材がきちんと入っていれば、品数にはそんなにこだわらなくていいと思っていただいてても大丈夫かなと思います。海外に行くとどんな風になるか、皆さんすごい海外でも野菜とかうまく組み合わせられていて、もうこれもすごいなと思って見させていただいてました。ヨーグルトとかもうまく活用されていて、タンパク質の取り方も非常に上手だなと思っていました。やっぱり体質として合う合わないはあるので、そういったところも踏まえてやってみてもらったらと思います。ありがとうございます。